スペースステーション。なんだこの仕掛けは。押すと何？重力の方向が、あ、そこまで行くんだ。で、あー、なるほど。 Here we go. よし、とりあえず、そういうことね。とりあえずスタートしてみるか。あ、落ちた。あ、そうか、そこで落ちちゃうよな。これも落ちちゃうんじゃない？あ、そうなんだ。で、これは帰る。よし、OK。Here we go。まずはこっち行かして、あ、Here we go。よし、さて、あれ？重力切るスイッチどこだよ。重力切るスイッチ。あれ？てるん。重力切るスイッチがないぞ。一応クリアだけならこれでもう完了だろう。Way to go。でろん。お次。あ、ここはある。あのステージがないだけなのか。なるほどな。あれ、ドンキーがプレイヤーの方にも。
キルスイッチじゃなくて切り替えスイッチ。だな。とりあえず動かしてみよう。とりあえず一通り見ないと何とも言えんな。でこういってでこっちゲット。でこういける。失敗、失敗、頭こんがらがってくるわ。一応クリアはできるな。お前なんで降りてんだよ。もう頭こんがらがるわ。とりあえずとりあえずこれでいけるか。これいけんの？あ、これダメか。ってことはこうか。で、こう生かして。ここまでゲットしたら落とす。とりあえずこの2キャラを。頭こんがらがるな。鬼畜だな。全くっつけながら行くか。一個取り損なってる。
こうだな。とりあえずここまでは OK。 よし、やっぱ頭こんがらがるからできるだけ同時に行かせた方が楽だな。よし、クリア。全員が登った時点でもういらないな。よし、バラバラに動かすより同時に動かした方が楽だな。まあいけたろう。よし、長い長いな。これどうすんだ、どう動くんだこれ。ああ、そういうことか。マリオが正面に行くと死亡確定だし、ハンマーあそこにしかないんだよな。こうしたら閉じ込めることはできるな。どうなる。倒したやつはもう復活しない。うん、これどうしろってんの。登れるのか。あー、よしよしここに集めればいいんだな、初めのやつは。で、ここをゲットさして、でここに閉じ込めるか。そしてこの最後のマリオを出発させて、長いな、超長いな。これなら間に合う気がする。あ、わかったわかった。サンボあん中に閉じ込めちゃうんだ。こうして出発、上に上げる。で、こいつをこっちに閉じ込めちゃうんだな。で、2匹してこっち行くか。まあそうだよな、上上げてからだな。
よし、ここまでは OK で、あげると。で、こうだな。で、ここまでは OK。こいつら全員くっつけとくか。で、こいつ一匹だけ行かせて、すぐ上に戻して、よし。これで完了だな。あとはぶったたきに行くタイミングだけ。なかなかうまいタイミングに入ってくれない。これでいけるかな。ダメでした。早めに倒してる方が楽かもしれん。まあもういけた。よし。ミスった。もう複数のことを同時にするとやっぱいろいろきついな。よし、ここまでは OK。 こう行って、ミスった、ミスった。まあいいや、まだだいぶ時間はある。よし。Way to go。 ふう、揃ったな。よし、クリア。さすがに難しいな。ステージクリア。得点低いと思ったけど大丈夫だった。めちゃくちゃ広い。マリオスタート。
ってみよう。でキノピオ復活。で取れるな。でもマリオはいいと。でピーチ復活。回収。でピーチはもうゴールしてもらって。ドンキー復活の。え？何そのジャンプ力のなさ。びっくりしたわ。どういうことこれ。頭打つんじゃねえの。じゃあ降りたらもう一生上がってこれない。いやそんなわけねえよな。キノピオ復活させて、もうマリオはゴールさせちゃう。で、動きが分からんからな、行かせてみるしかないか。でこっちはもう降りてくると、ここ飛ぶと上にくっついた。でピーチ、これどうなんだろう、上に行けるのかっていう。あ、行けんだね。でピーチクリアのドンキよし。で一周させて、あとは時間が不安だけど、このステージ広いから意外にもうこれで OK になるかもしれんな。あーびっくりした。あれ貫通できないんだったら積んでたもんな。16000。あーギリギリぴったり。